よいしょ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 。こんにちは、稲子です。今日はじゃん、こちら、松本清でお買い物したので購入品紹介したいと思います。はい、ドラッグストアの松本清なんですけれども、今回は普通の松本清の店舗でもお買い物したし、ネットの松本清でもお買い物したので、紹介していきたいと思います。まあ、同じ品揃えなんですが、今回ね普通の松本清で買った後にネットでもお買い物できるんだって気づいて見てたら、またねいろいろ買っちゃって大量にねいろいろ買ったので紹介していきたいと思います。はい、まずはじゃあ洗剤系から紹介していきます。まずはじゃーん、こちらバスマジックリンのエアジェットフルーティーフローラルの香り買いました。このバスマジックリンのエアジェットって私使ったことなくて、今回初めて買ってみたんですが、すごい使いやすいってことでねネットで話題になっていて、使ってみたいなと思っていてやっと買いました。こすらず30秒って書いてありますけれども、浴槽にねこれをシューってスプレーして20秒から30秒置いて、あとはシャワーですすぐだけで汚れがね落ちていきますよっていうね、とっても家事が楽になるようなアイテムですね。ここがすごいねふしゃーってすごい広がるような、洗剤がいい感じに広がるようなこのスプレーのヘッドになってるみたいなんですよね。そのシリーズでキッチンマジックリーンの泡ジェットも出てたので買ってみました。はい、これね割と新しめの商品だったかなと思うんですけれども、お風呂のマジックリンのエアジェットがすごい売れたので、それのキッチンマジックリンバージョンが発売されたっていう感じですね。これも同じくここのヘッドはねお風呂のものと一緒ですごいシャーってね泡がいい感じに広がって噴射しやすいみたいな感じで、コンロからシンクまで一気に油汚れゴシゴシいらず除菌消臭もできるということでね、キッチンもまあすでにね使ってる洗剤はあるんですけれども、こういう便利なものをねちょっと一回使ってみたいなと思って買ってみました。はい、いいじゃん。お、綺麗になる。あ、すごい。すごい、めっちゃ汚れてた。素手で使えるし二度拭きも不要なんですって。いいですね。香りがほとんど感じない。いいじゃん。あとじゃん、これはマツキヨオリジナルのものなんですけれども、クリームクレンザーミントの香りです。はい、これはねもう何よりパッケージがねスタイリッシュな感じでいいなと思ったので買ってみました。マツキヨオリジナルの商品ってこういう感じの黒と白の感じのデザインですごくねモノトーンな感じで素敵な感じのね商品が多くていいなと思ってます。はい、シンク周りとかの頑固な汚れとかこすって落とすみたいな時に使うクレンザーですね。はい、じゃん。何回もリピートしてる商品なんですけれども、ジョンソンのファミリーガードアルコール除菌スプレー。1年以上前にこのジョンソンさんからねタイアップの依頼いただいて、これをね初めて使った時にすごい使いやすくて、その時からねもうずっと何回もリピートして使ってます。リビングとか寝室の布のねソファーだったりとか、クッションだったりを除菌できたりとか、100% 食品に使える原料から作られているので、赤ちゃんが触るようなものだったりにも使えるっていうねアルコール入りのスプレー、除菌スプレーなんですよね。こちらは防カビバスクリーナーシートっていうことなんですけれども、徹底きれいウェットシート、お風呂の、防カビになるウェットシートですね。クイックルワイパーみたいなところに取り付けて、お風呂の天井だったり壁だったりを拭いて拭くだけで防カビ効果になりますよっていうものですね。拭くだけなら楽だなって思っていて、これで足りる時はこれでねやっていこうかなと思います。こちらは松本清オリジナルなんですけれども、磨いて輝くお掃除シートクレンジング成分入りということで、これは8枚入りということなんですけれども、金属の蛇口のちょっと白っぽい鱗汚れみたいなのを水をつけてこするだけで簡単に鱗汚れが落ちますよっていうねシートですね。ですが、じゃんこちらマイクロファイバー雑巾2枚入り、松清オリジナルっていうことでシンプルな、グレーの色のマイクロファイバー布巾で、マイクロファイバー布巾の中でもモコモコが強めの感じのマイクロファイバー布巾っていう感じで、すごい汚れ落ちそうだし水分もすごい吸い取ってくれそうな、いいかも、なんか100均のとかよりもさらにいいかもって思ったので買ってみました。はい、でこうねぶら下げる用の輪っかがついていたりとか、すごい使いやすいそうだなと思って買ってみました。こちらはカーペットクリーナースペアテープっていうことで、よくあるコロコロですね。カーペットクリーナーの、スペアテープなんですが、簡単にめくれる斜めカットということで、この斜めカットシリーズねニトリでしか今まで買ったことなかったんですが、松清にもね売ってたので買ってみました。なんてことないんですが、じゃんこちら匂いのつかない防虫剤1年防虫ということで、これはクローゼット用の、防虫剤ですね。ダニよけだったりお洋服のね虫よけになるということで3個入りですって。あとは、美容のものもちょっと買ってみたんですが、じゃん、松本清オリジナルの濃密拡散トリートメントセラムということで、松本清オリジナルの保湿美容液買ってみました。はい、潤い溜め込みじわじわ放出って書いてありますけど、すごい良さそうなキャッチコピーですね。LDK っていう雑誌は私結構信用してるんですけれども、そこで高評価得られてて、すごいね潤いますよみたいな感じで書かれてたので、ずっと使ってみたいと思っていたんで、買ってみました。はい。あとはじゃあネイチャーリパブリックアロエジェルシートマスクということで5枚入りですね。韓国の美容メーカーのものなんですけれども、ネイチャーリパブリックジャパンっていうこれの普通のたっぷり入ってる保湿ジェルは前に使ったことあって、使い心地よくて良かったなと思っていたんですが、顔のヘアマスクが売っていたので良さそうと思って買ってみました。DHC 薬用リップクリームグレージュ&アイボリー2本セットを買ってみました。はい、DHC の薬用リップってね、すごい人気商品があると思うんですが、それの、パッケージがねシンプルで可愛いですよっていうのが、松本清に売っていたので買ってみました。お、いいじゃん。はい、こんな感じのシンプルなパッケージです。グレージュ色、あとねなんか清潔感のある白色です。中身は一緒ですね。普通のこうやったら可愛くない？蓋入れ替えても可愛いかもしれない。ほんとこの DHC の薬用保湿リップクリーム、もう高校生ぐらいかな、ちょこちょこ買ってね使っているんですけれども、やっぱりすごい潤っていいんですよね。こう香料とか入ってなくてすごい自然な感じの使い心地で、割と肌が敏感な私でも全然荒れることなく、使えているのでいいなと思ってます。はい、いつも期間限定でねいろんな企業とコラボしてこの DHC のリップっていろんなパッケージバージョン出てますけれども、今回はこのね松清のシンプルなパッケージが売ってたので買ってみました。はい、ハンドクリームを買ってみました。レモン&ジンジャーの香りっていうことなんですが、水に濡れても潤いを逃さないということで、ハンドクリーム塗った後に食器洗いしたりとか手を洗ったりしたらまたねハンドクリームね何回も塗らなきゃいけないっていうことがあると思うんですが、これは水に濡れても潤いを逃さないということでね、そんなにしょっちゅう塗り直さなくてもいいみたいなことですよね。いいんじゃないと思って買ってみました。いろんな香りあったんですが、このレモン&ジンジャーがいいんじゃないかなと思って買ってみました。はい、こんな感じで白い色なんですけれども塗ってみよう。爽やか。とっても爽やか、なんか明るい気分になるような。ジンジャーの香りはよくわかんないけど、のレモンの香りが爽やか、とってもいい。朝とかに塗りたい。潤いがピタッとくっつく感じでいいですね。いいじゃんいいじゃん。これ買ってよかった。入浴剤のバブのモンスターバブルっていうことで、入浴剤のねバブ、発泡タイプの入浴剤のバブって有名かなと思うんですが、それの泡がすごいいっぱい出ますよみたいなバージョンですね。普通のバブより高めだったんですけれども、ちょっと一回使ってみたいなと思って買ってみました。お休み前に疲れをほぐすということで、とてもリラックスできるような、入浴剤なんじゃないかなと思って買ってみました。はい、あとは食品なんですけれども、じゃん、こちら松清オリジナルの糖質 7.6g のサンドビスケットキャラメル味ということで、低糖質なね甘いお菓子買ってみました。はい、松清で前ビスケットクッキーみたいな低糖質クッキーみたいなの買って美味しかったので、それのねこのキャラメル味の、サンドビスケットが新しく出てたので買ってみましたということで、とっても甘そうなんですけれども糖質は控えめということで、いいですね。こういうのね、もう甘いものめっちゃ食べたいよ、でも太ったら嫌だよみたいな時にね、こういう低糖質なね、お菓子って便利でいいですよね。はい、んじゃん、こちらも松本清オリジナルの低糖質お菓子シリーズなんですけれども、これは、糖質 4.0g チョコレート風キャロブミルクアーモンドということで、チョコレート風なんだ。チョコレート風ってことはチョコレートではないんだ。不思議、はい。ノンカフェインって書いてある、はい。チョコレートって普通カフェインね、少し入っていると思うんですけれども、これならノンカフェインっていうことで、ね、授乳中とかそういうカフェイン気にされてる方にもいいですね。じゃん、プロテインバー買ってみました。なんとこんなちっちゃいプロテインバーに 15g のタンパク質が入っているんですって。松清のプロテインって私多分飲んだことないんですけど、美味しいのかなと思って一回食べてみようと思ってやってみました。ちょっと今日タンパク質不足だわみたいな時にね、手軽にタンパク質が補えるね、プロテインっていいですよね。はい、じゃん、これちょっとねこれちょっと一つ食べちゃったんですが、お気に入りで何回も買っている商品です、カーボバランスの豆乳きなこウエハウスということで、はい、これも糖質 60% オフということで、普通のウエハウスのお菓子より糖質を抑えめに作られてますよっていうお菓子ですね。美味しくて何回も買ってます。きなこの香りがするクリームが挟んであるウエハウスなんですけど、まあ、糖質控えめっていうことで甘すぎず、でもなんかこう小腹は満たされるっていう感じで、パソコン作業中とかねよく食べてます。これおすすめ、はい。普通にめっちゃ甘いものも買ったんですが、贅沢ルマンドの、バタースコッチキャラメルですって、はい、これはね糖質たっぷりの、甘いお菓子なんですけれども、ルマンドって私ねサクサクした甘いルマンドって大好きなんですけど、それをさらにね贅沢にした味なんですって。バタースコッチということで、甘いのがツンと食べたいよみたいな時にね食べたいなと思ってちょっと買ってみました。はい、ということで今回は松本清で購入したものを紹介してみました。何かの参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。